はい、かしもめじ座、いろいろ、いよいよ中に入っていきまーす。ああ、すごいなあ。ああ、これ中村屋の皆さんの、あ、七之助さんの写真も出てるし、ねえ。ああ、すごい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 。はい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 。こういう雰囲気です。ねえ。昔ながらの芝居小屋。いいなぁ。これが花道でしょ？ねえ、ここがーって役者さん登場する。うぅ。ねえ。素晴らしいでしょ？これがね、明治座の自慢の幕でございますよ。まあこういうね、昔は面明かりっていうのは本当に、今はこれ電球が仕掛けてありますけども、本当にろうそくだったんですよね。で、ろうそくもそんな贅沢ものだし、贅沢品だし、火事が怖いからそう使えるものじゃなかったんですよね。花道はね、あげまこくぐってくるとね、ちょっとこう。花道ですけども、すごい。うん、ここ、で、ここがね、小屋口といって、ここでね、お客さん。カラバーっと。これ楽屋から、舞台からずっとこれ通路でしょ？あ、桜桜。大道具の桜。ね。で、これ舞台の横に来ました。これがいわゆるミスって言って、中でほら、太鼓を打ったり、いろいろね、三味線弾いたり、お寺の鐘をゴーンと鳴らしたり、お芝居のその景色の情景をね、音で表現するところ。松葉目がしっかり釣ってある。あ、七之助、勘九郎七之助、ご兄弟の名前がくっきりと記してあります。お二人ね、ここの舞台にも立ってますからね。はい、先ほどの幕のこれ裏に来ました。周り舞台もあります。あ、向こうの方では、他の見学の方がドーンと、舞台を踏んだりしてね、今、満喫してるとこですね。ね、遊んでる。舞台からの眺めがこんな感じ。いいですね。ね。パッと外に出たところにね、鹿島村のこの豊かな緑がね、普通にこうやって木立だとか広がってるのね、これもいいですよね。芝居小屋のすぐ外の眺めがこうですもん。ねえ。こういう環境で見る歌舞伎っていうのも素晴らしいですよ。ねえ。これ、上手側のさじきの、まあ、いわゆるさじきのポジションですね。そこから見てるところ。はい。こういう芝居小屋がね、まあ大歌舞伎、プロの歌舞伎で演じるというと、なんといっても四国のコンピラさんのね、コンピラ歌舞伎、金丸座が有名ですけどもね、他にもね、日本各地にこういう昔ながらの懐かしい佇まい、作りの芝居小屋ってたくさんまだ残ってるんですよね。で、とりわけこの岐阜県というところは、こういう昔ながらの芝居小屋を用いての、地歌舞伎、地芝居、地元の人たちの、その郷土芸能としてね、純粋に楽しんでいる、歌舞伎というものが今もとても盛んです。これはね、プロの歌舞伎、大歌舞伎とともに、地元、各地各地の地芝居、地歌舞伎というものもね、歌舞伎という文化を支える大切な要素としてね、そしてこういう地元の芝居を楽しむために、
いろいろ観光客が訪れるという、そういう人の交流もね、これからますます盛んになっていくといいなと思いますね。私もこれからも精一杯応援していこうと思います。カシモ明治座からの映像でした。